さでな。おっしゃあ。よっしゃ、また。歌やん。おお。よっしゃ、いいな、パー。いいサイズですね。オッケー、なった。あ、いいですか。ありがとうございます。何時まででしたっけ？4時に桟橋帰着で。4時に桟橋、はい、ありがとうございます。行きます。はい。ということで参りましょう。金婚観婚です。さてどこでしょう。この感じは野尻湖です。はい、今回はですね。バケーションです。バケーション会野尻湖で好きなことをやります。はい、 OK、 来た。なんでこんな気合入ってんの、みんな。朝一ポイント名わからんけど、なんか好きなワンドです。なんかね、梅雨が長かったらしいんですよ。で、今から夏ちゃうんっていうぐらいのタイミングかなと思って野尻湖にしたわけですけども、セミの鳴き声がないで、ちょっと例のごとく羽物ちょっと釣ってみたい。色はカクルです。ウェブメンバー限定の皆さんお持ちだと思います。投げるの初めてです。レイダウンの上を、なんかええでしょ。あれでもやっぱつくつく言うてないぞ。言うてない。早かったんちゃう。いやー、またーみたいな感じでしたもん、みんな。後で来たプロに電話します。糸がつかないようにするのコツです。結構ここみんな、ね、投げた後糸ピシャンって落とすじゃないですか。ペローンってピシャンみたいになるじゃないですか。あれ結構嫌がるんですよ、特に水面感度高い魚ね。強火にサミングかけてこう、そしたら一発目に来るのがルアーでしょっていうイメージです。これだけ。あとゆっくりペコペコ。この葉っぱの周りとかめっちゃ気になるようなんですけど、虫パターンやったらね、こういうとこにこれ入れて反応しないってことは今回やばいっす。トップナイス。多分こういうラインとかでも入れてきててもおかしないんやけど、まだ魚系食うてるとか。あかん、セミおらん。なんか上鼻から見てる感じないんですよ。ってことは上を向かせます。多分でかすぎるっす。でかっ。これはやってないよ誰も、うん、俺しか持ってねえ。これで出んやったらめっちゃおもろいですけど。オーマイガーシ。こういう時のための30パウンドです。ナイロン30。ここ浮いてこへん。虫ないわ多分。身も来ねえ。昼からどこ行きます。おお、出たやん。野尻湖にしましょう。シュフォー言えたっす。しかも
まあまあ着水ちょい巻きジュボンでした。トップでフォロー、トップで見つけてトップでフォロー。中でも今出方完全リアクションでしたね。まあ、長いこと引いて考えて食うタイプじゃないかも。シュワーンって出ました、うん、これでついてこへんね。虫のスピードじゃないですね多分。意外にこうフラットなところのベタベタでなんか待ってた系です。よかった、生き生き朝や。勝負はほらほらほらね、今出たでしょ。多分これリアルにルアーでかすぎんじゃんそんな気しません。ちょっと変えましょう。リアルルアーでかすぎでしたこれ。多分人としてはでかい方が出るかもしれんし、ライト小でローテーションサイズでこの透明感、ちょっとサイズダウン。あ、ボイルしたで。ちっちゃそうやけど。誰もやってへんやろ。こい。オーバーハングついてないでしょ。ラージアローはね、中に放り込みたがるんですよ。一応やっとく。ロア強すぎんちゃんこれ。北ポロ移動。あかんじゃんここ。僕らも移動。先ま。虫おらんで。え、最悪やんそれ。いつもより浅いとこいんの魚。え、どうしようもないやん。エキスパートにそれ言われたら釣れる気せえへんやん ラージやったんちゃうあれ。やばい。おおお、それで食う。今の見たっす。おおお、うんうん、そういうことしはるんすよねそのまますこういうとこでこうでこうでこうで今の神業やったけどすでにややこしないです。瞬発力が高すぎてあのラージの感じで心構えできないということがわかりますね。多分飛んでるうちから見てるっすよ。ぐらいのスピード。台の方が出るんちゃいますこれ。意外に台で行ってみよう。なんか台の着水パワーで引いてた気がする。できればショーの方が乗りそうなので好ましいのですが、スモールの口より針でかいような気するけど一応やってみましょう。ダン、完全虫じゃないっす。完全虫じゃないっす。
虫食ってねえな。はい、ミニーチャンス。ミンミンタイム、ここで終わり。出た、あ、ボイルした。絶対手出せへん、俺には。諦めた。絶対ワカサギや、今の絶対俺の魚じゃないっす、これ。めっちゃ魚いるやん、ここ。え、めっちゃボイルしてるやん。いや、絶対色はでかすぎる。なんかあったっけ。糸巻いてない今からやります。シャングリラ 0.5 号。はい、巻き終わってよいしょって立ち上がったら終わってるパターンですね、これは。いやいやいや、ワカサギパターンちゃいますの、これ。で、このシールで、シールでね、一応結び目らへんをキャッてやっといたら、スプールごと回ったりしません。巻きます。回ってる。OK、立たして、オルトラソン7ポンドね。まあ、もちろん細くてもええっちゃいいんですけど、ピン巻くと伸びないじゃないですか。切れやすいんで、ショックリーダーはちょっと1段太め、2段太めぐらいです。最低でも5は欲しいですね。で、ドラグかつズルズルで。で、これを FG ノットで組みます。一番の問題は、俺マスコリ持ってんの。ですね、多分間違いなくね、フォグショットは入ってない。あ、フグじゃないですか。めっちゃノジーっぽくなってきてないですか。もうキムキンスタイルというタイトル完全無視です。で、初めて投げるスコのニューバージョン、この薄い色でめちゃ、もう脇掛けでいいんちゃいます。ピクって出てかけんやん。ピクピクってこんなやったの。オッケー、できた。はいはい。お、飛ぶ。意外に飛ぶ。置いといたらええんかな、これ。やり方聞いといたこと。多分このシートのシェードのアウトラインぐらいにおるはずなんですよね。もしじゃないか、ある程度動かした方がええような気がするんだけど。あ、ワカサギめっちゃおる。7メーターラインに。ボイル待ちましょうか。動かしたらあかんすだわ。ボイルさんにポーンって置いといて、予測して置いとくとか、そういうマニアックなやつじゃん。いや、一生何も起こらんでしょ、これ動かしたらあかんの、動かしていいの、どっち。完全虫ちゃうっすね、これ。俺のワカサギこれっすわ。これで一回水面ざわざわしたらボイル始まったりして。怒られそうやな、こんなやってたら。ちょっと浮いてこなくなるから。あ、こもじてる、もじてる、もじてる、もじてる。
絶対でかすぎるやろこれ。リアルに今回はでかすぎるで、絶対これ。でも水面音立ててたらさっき始まりましたよね。向き向けて適当に跳ね、あ、オイルしてるわ。ちっちゃいな、やっぱインサイドのやつ。あ、そっち行くか。ちっちゃいな、こいつは。いや、そうでもない。これじゃ怖いんじゃん。思ったよりちっちゃいですね。思ったよりちっちゃいな、インサイドが。釣り方わからん。あ、食ったんちゃう。今食うてましたよね。よそ見してた動かしたらあかんでしょこれ。どっちなん。シュールすぎるやろこれ。なんかここでもずっと魚映ってんの。なんなんでしょうね、こいつは。めちゃ映ってるっすよね。ワカサギについてるっすよね、ここで。マジかーって。こういう系のとこにいるの。まあまあ深いっすけどね。どう見てもワカサギちゃうもん掘ってますけど。いけるっしょ。めっちゃワカサギについてる。そう、多分ルアーでかいですねこれは。そういう具がねちょっとペラ軽いバンツ軽快にホロ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 。水押しは良くなりますがピッチは速くなります。よっしゃ、軽快軽快。オイルタイム終わった。なんかこの辺に10メーター半歩みたいな先あったけど、フリーリグですか。これやこれや、多分これ繋がってんすよね。ここに魚乗ってたっすね。このカリカリのとこおるな。わかった。え、これ全然キムケンスタイルちゃうけどね。ルアーでかすぎたか。はい、行きましょう。セミいね。あんな一瞬しかセミ鳴かないことってあるんですね。力つきそうなセミとかいないですか。お、あ、やってるんや。よし、よしかよ。まあまあいいの、ついてきてたよ。
ここちょっと脈ありやな。ちょっと待ってください。ここやったらこのクローラーでいけるかも。超小さいのがチェイス、チェイス。タイトに行き過ぎ。青春のストレッチですわ。もうちょいでかくてもいいぐらいじゃん。こっちでしょ、倍的にはでかない。多分だいたい合ってたら浮いてくるはずなんやけど、絶対先に向こうで見切られたやつも僕若干あれやってるな、距離近すぎたから見よう見よう思って距離離して間のサイズいるっすね。ね、まあいいや、野尻子サイズいるんちゃう。もうちょいパワーいる気がすんな、やっぱ適当前。せやな、羽でもない、ゼロでもない。明日バズジェット積もうか。あったっけな、なんか家に浮いてきた気がする。おっしゃ、おっしゃ出た、おっしゃ。リアクションやな、やっぱついて巻き始めやな。おおおお、そんな大きくないけど、初スモールやで、初スモールやで。おっしゃ出ました。おい、なんかあるっすね。一応トップもなんかブリブリって感じの魚じゃないけど、やっぱリアクションっすね、なんやかんやでいうときは。久々の野尻フィッシャー、やっぱトップおもろいわ。虫食ってんの。こうでこうでパン、完全にセミ食ってたっすね。あいつ数少ないセミを食ってたっすね。影っすね、ラジの方がビビリなので。結構虫パターンの時スモールマジでオーバーハングの前とかで、あの日焼けがあんまり怖くないでしょうね。ラージに比べると日焼けを極端に嫌がるのが、まあイツキのスモール結構ラージっぽいことしたりするけど、どっちかつと餌優先型と隠れんの優先型の違い多分。とりあえずトップでやれるうちはやっといて、
あかんやんってなってから起きやります。まぐれたな、あれ。一つ確かな情報、あれまぐれやった。ちょっと先当たったとこもう一回だけ具を変えてやってみます。なんか7メーターレンジぐらいが魚おるっすね。うん、これより内側入ったらダメです。なんかちょっとインサイドウィード生えてるっぽいんで、ウィードエッジ巻いてみるか。6から7メーターのウィードアウトサイドでで、スイムジグでパロパロ釣れているという情報をキャッチいたしました。まんまライン読んでるやんけ。このウィードエッジね、やってみる。ちょっと今ね、タラタラ魚探かけてきてたら、なんやろな、ワカサギっぽいやつの群れにちょっとバスがついてる映像があったんで、8分の5オンスのフットボールヘッドにキングテールですね。結構もうストーンって入るセッティングで広くやっています。まあこれ結構僕的にのじりこ実績コンボです。毎年釣ってるリーグ。うん、この辺魚系持っちゃう。信頼と実績のラインかもしれないです。こっちの方が入ってきたらフレッシュだそうです。三大巨頭ですから、三大巨頭が並んでる場所ですから、間違いないでしょ。めっちゃバスっぽいのもいる。これシューティングちゃん、ルアーでかすぎシューティングですけどね。あかんか、ルアーでかすぎシューティング。この辺にいっぱい持っていけど見失った。なんかこのどうも9メーターラインのやつがすごい食いそうな気がするんだけど、気のせい。これって金券スタイルだ、これって。あ、食った。よっしゃ、落ちてるやつ食ったそう。今金券スタイルなんこれって言うたら食ったっす。ちょっと楽しいですけどね、これ引き方が。どんなサイズ。あ、おそんなちっちゃないな。あ、どうしよう、こっから引くんですよ、スモール君。おお、引くな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 。おお、おい、引くね。綺麗ですね、このフラットの魚。はい、パルステルのフリーリグでした。まあ今日はとりあえずここのフレッシュな魚を釣ります。釣りにかかります。ちょっと釣れたので若干語りますね。これフリーリグ流儀のこのデルタなんですけど、まあ井戸通しガンってガンってなって、なんかたまにこの食い込むじゃないですか、フリーリグって。この音のとこね、結びこぶの大きい音なんでガスって止まってまう時あるんで、ここにあの蛍光のこれにクッションつけてこれでやってます。はい、蛍光のこれ自体なんか就業材になってんちゃうんとか思い込んでたりもするのでおすすめです。もうすぐそこがねちょっと一段ポコってブレイクになってて、ウィードがポロポロポロって入ってるんですけど、ちょっと離れたところで食うたんですね。今なんかワカサギがザーって回ってくる感じなんですよ、このライン。多分のじりこやってる人やったらみんなしてるようなフラットやと思うんですけど、ほんまにええとこホールインワンしたらたまにもうファーストホールでグッて入ったらクンってくるんですけどね。久しぶりやな、こんな食い方みたいな。あ、バス釣った。めっちゃおるやん。これ、こういうとこバスなんですよ。今ちょっとワカサギ好きじゃないけど、こうギュンってなってるやつね。これ結構テンション高いバスですわ。
多分ね、ここのやつ 見けたら食うみたいな感じなんで、とりあえず無理なく口に入るコンパクトなパロステールと、とにかく飛ばしたいんでフリーリーグは8分の3です。ある程度こう分離してフフフみたいな感じでええ感じになっているのと、まあ、あとライン12ポンドで結構サーモン柔らかいんで、フックはダブルエッジです。ダブルエッジの40、巻くだけで乗るやつです。ちょっとたまにガヤンって上げて高さ出してヒュン、普通でしょ、普通やと思いますこの並び方すごないです。信頼感しかないバケーションですからね。北さっさいがらしでラインを取ると間違いない。怒られるギリギリまで寄ってみようかやばい、俺バッテリーないんちゃうこれ。今日だってハイバイパス行き過ぎたっすもん。巻きます。ウイトは 14g、 ちょっと7メーターレンジぐらいを気持ちよく引いてきてみます。なんか釣れそうやなと思いましてね。バンバン来たら気持ちいいやな。多分釣りが荒い、お疲れ様でした。明日もうちょい頑張ります。糸巻かえよ、よっしゃ。ちゃんとねルール書いてあるね。これ朝7時から4時までです。ちゃんとねあの取り決めもきっちりしてはるんで、素晴らしいフィールドです。トーナメント感が素敵です。初日トップみたいになってますが、ね、違います。多分ビリッス昨日の展開的にねとりあえず昨日ね壊せれてなかったでっかいやつをチャレンジしてみます。もう一度新たな金券スタイルの扉を開きに、じゃあ行きます。昨日最もボイルを見かけた、何やったっけ、 YMCA。 ちょっとねキャロというものをやっています。キャロでバス釣ったん20年前ぐらいやな。まあ本当は3ポンドとかでもええらしいんですけど持ってなかったっすなんで4ポンドのオルトロスに4分の1にヒットワームです。ヒットワーム筋力の中は入っちゃダメなんで、この外側で僕ら来るとワカサギがある程度こうカシャカシャってなってボイル始まるという仕組みでしたが、昨日はお始まった、やってるぜ。ちょっとじゃあ答えります。ね、昨日分かったんですよ、これやったわ。 IGK デプスのワカサギベイトのプロトス、これ結構飛ぶんですよね何気に。これで IGK でいったらどうやろうと。始まったっす、始まったっす。ついてへん、あ、ついてんじゃん、ついてる、ついてる、ついてる、怖い怖い怖い、食わせ方わからん、こっからめっちゃ浮いてきてる。なんか奇跡のタイミングでピシッて入らなあかんじゃん。
を無視すると浮かした方がええんかな。これ中に入っていきましたね。どんどん筋力ちょっと進化外して中投げちゃダメなんです。で置いといたらいいんちゃうかな。そういうもん。これでどう？ん？ん？んです。んでしかないです。今のは。何やってもあかんちゅうことですわ。目の前のボイルをすべて無視するというね。新たな試みですか。こっち食うてもたんちゃう。ちょっと待って、いらんことせんときます、キャロです。キャロ、このボイルに打ち勝つのは鋼の精神ですね。ボイルを無視するという鋼の精神を今置いてた。勝手に来るどうだせ。何やそれ。だって魚団見ます。これスモールです。これ全部スモールです。全てを逃した感ありますね。これキムケスタイルな。ほんでなんか絶妙なウェイトコントロールありそうちゃいます。これ水面出すぎとか。沈んだら沈んだらあかんし、浮いても怖いし。今絶妙浮力ちゃん、もうちょい本読んで勉強せなあかんじゃん。これついてきてますけどね。何がやねんさ。なんか来てへん。後ろついてへん。ついてるっすよ。来るっすよ。ついてる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 。ついてる。早く。めっちゃついてるっすけどね。使い方わからんわ。以上、今日のスピニングでした。餌食いたいやろお前。お前らから食いに来いみたいなね。もう歩み寄るのをやめますわ。お前らから来いっていう姿勢でね。ゼロちゃう。全員気づいたけど全員で無視やったな多分今の。カサギやりますか。リアル系やね。リアル系。リアルワカサギ。何今のカープか。
ちょっと風で葉っぱ落ちて浮く魚が増えたりしないかな。やっと自分を取り戻してきた。結局ゼロっていうね。これが俺の虫。ジャパーン。ここでで、ね、虫おったら絶対おるとこですよこれ。虫おらん、ワカサギやったこれ。どう見てもワカサギやな。誰がどう見てもワカサギっすよねこれ。おっしゃ、おっしゃ、出たで。おっし、やっぱこれでいいね。こういう釣りでいいね。いいよっと、いいやんか。やっぱこういうのでやりましょう。僕は。まあね、こういうのやったら釣れるんです。やっぱスモールですね。イケイケです。ワカサギですわ。見ちゃいます？何や言うたゼロなキンキンスタイル。おい、はい移動。挑発投入フリリグ。ボトムべったりですわ。あ、食った。よっしゃ、乗った。食うたやん。お、あれ食うてるやな、これバスやな、これ。え、あ、魚や、魚や、魚や。食うたやん。おお、スモールらしいファイトしてる。スモールファイトしてる。なんかめっちゃ吐き出してるわ。こいつエビ食ってる。そういうことね。めっちゃ置いといた。おかそう。うんうん。はい。まあまあええやん。おい。ええサイズ出たやん。フリーリグでした。はい。めっちゃ置いといた。出たっす。なんか帰って、ボイルタイム終わってからの方が良さげですね。サウスアフリカスペシャルスの字で。野尻でサウスアフリカ。やっぱボイルがあかんかったんやね、多分。あ、ボイルしようと。あ、ちょっと待って、今、コリコリ食った、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 食った。いきます。よっしゃ、連発したやんか。おぉ、こいつもええんちゃう。おぉ、めっちゃ走る、めっちゃ走る。めっちゃ走る。跳ねる。おぉ、ラージこんなやらへんでしょ。ちょっとそっち行かして。ラージこんな跳ねないんすよ。おお、よいしょ、連発、イエーイ。まあまあええサイズですねここ。はい、なんか黒いやつで釣れました。半歩ですわ、半歩。おお、ええ風来たね。プラスなんかマイナスなんか知らんすけど。とりあえず魚どこおるか分からんから巻きます。多分ね、これある程度距離出しとかんと多
かも人船嫌がって逃げとるような感じなんで、群れに気づかれる前に釣っちゃいます。 7,8 メーターラインぐらいを、ウィードエッジが6メーターぐらいまであるんですよ、すぐそっちまで。ちょっとその外側でブイ取ってる感じのやつを釣りたいなというイメージです。あ、なんかおるな、おるな。食ってんちゃうこれ。なんかえらい沈んでいこう思ったら食うてた。あれ、ここんな深かったっけと思ったら、なんか群れに入ったっぽいですね、たまたま。ファーストホールですよ。巻いて釣ったとは言えない。こいつでかいんか。寄ってきた、寄ってきた、寄ってきた。おお、まさかのファーストホール。あ、そんな大きくないか。よいしょ、よいしょ、抜いちゃいます。ファーストフォールで食いました。やっぱここのやつイケイケっすね、こういう白い魚。なんか回遊してなんかベイトを追い倒してるやと思います。ロングキャストでノープレッシャーゾーン作戦です。ファーストフォールアタックですね。多分まぐれでしたね。わかんない。巻いてアタックがないっすね。巻きアタックがないってことは、そこアタックってことはこれでしょう。この辺なんかええ感じの流れの寄れみたいにできてる。掘り込んでみよう。はい。はい、釣れた。ウィードあった。ウィードがあって。切る、置いておく。食った。あ、くそ、今完全食ってた。おるがな、ウィードの周りおるっすね、魚。あ、食ったか、これウィードか、わからん。一応ウィードだ。ウィードでした。紛らわしいな、これ。琵琶湖やったら迷わずウィードを置く。あ、これ魚ちゃん。ちょっと待って、わからん。琵琶湖やったら迷わずウィードを疑うんですが、魚でした。跳ねます。おお、かわいいくん。このサイズか、さっきから。あ、バレた、バレた。ウィードについてる。ドジ以降、この時期3回目4回目ぐらいかな、なんですけども、いまだ今も何やっていいかよう分かってないんで、まあ、とにかくね、あのトップで出したいなっていうイメージはいつもあるんで、まずね、こちらゼロですね。まあ、あの小さい方、大きい方、まあ、今回いろいろ試してるんですけど、結果でかい方が魚浮いてくるんですよ。なんで、でかい方のイボクゼロに、これは7フィート3インチのプロトタイプロッドにブラック10で、DUS ナイロンですね、オルトロスの、新しいナイロン9の、30ポンドです。まあ、こいつね、結構あのクッて一瞬伸びるんですけど、ガツッて止まる感じ、まあ、潮フィーリングっていうのはすごい極めてフロロに近いです。で、こっちのカクロも同じようなタクロですね。で、同じ30ポンドで、なんで30かっていうと、細い理由ないからです。まあ、木とかにガサッてたまに行ってまうじゃないですか。まあ、その時も気合入れてポンって外せるし、そもそも投げた後にこうルアーがポンと着水する、で、ベタって水面つく、で、巻き始めたらピッて出る。これ大嫌いなんですよ、僕。あの、どっちみち水につけないんで、強めにサミング効かしてもう切って張ってもう泳がせるっていうイメージなんで、もうそれやったらだってライン1回も見えないじゃないですか、魚に。なんでもう30ポンドで十分です。で、まあ、あとは7フィートクラスから、6点とか、まあ、それぐらいのロッドに、基本オルトロス12ポンドで、まあ、パワーウィーラーの 3.5 にフットボールでやったりとか、このパラス
テールのフリーリグ、まあこういうタックルがメインです。で、まあ一応ですね、一応、今回はスピニングを持ってきてます。必要かなと思って、結局まだつってないですけど、キャロ用に、オルトラソン4ポンドを、シーターに巻いたものと、こっちがフィネッシュシャングリラですねの 0.55、 まあこれはあのこういうちっちゃいものをピッて飛ばしたいんで、まあそれ用のタックル、まああの野尻らしいタックル、でも使い方はよう分かってないんで多分僕には釣れないです。はい、ということで頑張ります。お、なんかおるね、ベイト。そう、あ、来た、持っていけ持っていけ、よっしゃ、いいなった。やっぱ硬いとこ入ったら来るだな。おお、よう引くよう引く、やっぱこのカロステを食いますね。おお、よう引くよう引く、おお、よう引く、お、意外とでかいやんこれ。そっち行きますわ。ここカラス盛る、頑張りようぜね。おお、ネット持ってきたらよかった。よいしょ、いい、いいサイズ、パロステア、いいサイズですね。よっしゃ、すげえな今のひったくり方、連発です、連発。お、一応ハンドランディングいっとこう。よいしょ、ちょっとサイズダウンしたけどね、でも楽しいですよ。おお、お、走るな、おい、おい、連発、ここだ、これぐらい飛ばさなあかんすよ。ここ、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 ちょっとピンってやって、進化とはプンってで、ちょっとふわーんってやって、もう一回ゴリゴリゴリってやって、でちょっと硬いとこはめさせて置いとく。そしたらギャーンです。ここ、ここ、お魚入ってきたわ。まだいけるかも。でもやっぱブレークで壊すよりフラットの上で食った方がでかいの多分。マグリやったってあれ。あ、食った。あ、クソ抜けた。マグリ違うた。ドラグ緩めすぎてた。さっきのバイトで。ここのレンダルにマーク打っときます。いっぱい。なんか変なマーク打っときます。変なマークを解きました。あ、来た、よっしゃ、乗った。あ、これ小さいかな。もうね、岩のとこ入った瞬間食いますわ。おお、
おお、長いな。でもちょっと待って、ちょっと待って、そっち行きます。連発やないか。おっと、はいはい、連発。えい、送った。よっしゃ、持ってったな、思いっきり回ってきました。また偉い粘りよな。おお、引く、よいしょ。あ、そんな大きいかもなかったけど、いっ、あ、くそ。おっと、はい、8本目あげ、行きましょう。楽しみました、バケーション。これにコリコリやっとったんすわ。これね、こっちにバーン入れて、この辺で結構食ってた。この辺からここでブルンって向こう側にベイトドッサーね。ベイトいすぎやろこれ。もうバスもついてるやん。いや、めっちゃいるやん。もう人流し下なってくる。めっちゃいるやん。夏休み編ってことですね、楽しませてもらいました。野尻川の、湖自体も釣れるし、湖の周りの環境もねすごいいいし、僕大好きな湖です。多分また来ると思います。あと釣り的にはね、スピニングヨーヤン僕みたいなやつでも、ベイトオンリーで楽しめるっていうことが分かればなということです。結果的にちょっとしたことで、町外に大差が出るんかなっていう印象でした。